長友禅で使われる言葉阿行編。相星。型染めでは型紙を何回も送りながら一端を染めますが、型紙のつなぎ目で模様がずれないように相星という1ミリ程度の小さな点を目印として模様を合わせます。青花または青花。青花は足に露草の汁を染み込ませて乾燥させたもので、手書き友禅の下絵のインクとして使われます。板場友禅。板場友禅は原画から型を起こし型紙を使って染めるもので、型友禅とも呼ばれています。合理的でありながらも手仕事による魅力があります。糸目のり。模様の輪郭をなす防染のためののり。染め上がり後に白く繊細な線として現れ、友禅染めの生命線とも言われています。色のり。のりと染料を混ぜたもので、板場友禅での文様および地色を染めるときに使われます。梅染め。梅の樹皮や根を使って染液を作り、絹や麻布を浸して染める染め方で、加賀で最も古い染色技法と考えられています。へばち立て。縫い目にまたがる絵模様を着物に描く場合、縫い目の部分で模様の食い違いがないよう、あらかじめ着物として縫い合わせて絵模様の下絵を描くための仮仕立て。